ちらがその石になります。あれだ。こちら県道、福岡県道92号にある峠、猫峠と言われている峠になります。水子供養のね、寺があったりとか、あと謎の石があったりとか、猫石というね、石があったりっていうので猫峠と言われております。はい、こちらがその石になります。猫岩はこっちですね。まあ、姿が猫のように見えると。で、こちらは猫峠と書かれてますね。下のやつにしめ縄かかってますけど、上のが普通に猫峠標高 447.5m って書いてる、割と近年のやつなんですけどね。下の石何なんですかね。あ、昔はやっぱ上にしめ縄ついてたんだ。だからここが、この辺がしめ縄の跡なんですよ、これが。それがずり落ちちゃってんだ。ちなみにこの猫峠降りていくと霊園があります。あとね、この通りからはちょっと外れるんですけど、水子の寺文殊院というお寺もあったりして、まあ、ここで語られている子供の霊の話はそこが由来なんじゃないかみたいな話がありますね。はい、でここどういうのが出るかと言いますと、おばあさんの霊が出たっていう話があったり、中学生ぐらいの男の子が出てきて追いかけられたという話があったり、そういう場所になっております。結構ね、こうやって見たらかなり下ってる感じがわかると思うんですけども。で、篠栗町の逸話ですけど、昔篠栗町のふもとに大きな枯れかけた木のある一軒家があり、ある雨の日にその家の女の子がボールで遊んでいたところ、木にボールが引っかかった。女の子はボールを取ろうとして木に登ったが、足を滑らせて木の股に首が挟まって亡くなってしまった。以降雨の日になると木の股に女の子の首だけが残っているという話があります。釣って死んだのに首取れちゃったみたいな感じになってるんですね。あとですね、この峠深夜にいきなり濃い木に覆われて怖くなって逃げたっていう話もあったりとかいうのがあるようですけども、まあそういう場所ですが、とりあえず、ここのね、道の北側、有名なね、犬鳴峠があるんですけども、犬の南だから猫なのかっていうと、別にそういうことは実はないというそうで、昔から一応ここは猫峠と呼ばれていると。これはね、猫になかなか見えないんですけどね。まあ、おそらくここは峠の一番高いところになるのかな。こっからあとは下る感じになるのかなと思いますね。じゃあね、ちょっとそのゆっくり下りながら
その様子を撮影していきましょうか。猫峠下っていきます。1軒だけ家が建ってて、枯れた木が建てる。そこで女の子が首を折って、ああこの謎のところが一軒家、ここがねその謎のなんとかラボなんですけど、普通に普通の人住んでるっぽいですね。この辺民家もありますね。下っていってるから峠を降り切ってはないんでしょうけど、これはで、このね水子の門樹院っていうのがこの左手側にありますね。曲がっていくとあります、左手側に。猫峠にね水子というかね子供の霊の話もあったりするんで、そこが関わってんのかなっていう場所ですね。通りにお寺が多いんですよね。あーでこっちに右手に慈照院という石仏がいっぱいあるお寺が出てきました。こちらああいうのもあってその猫峠で不気味だと言われているようですね。でもどこからどこまで遠いかやっぱり分かんないから難しい問題だけど、まあこのままで来たらもう下り終わってんのかな。はい、多分篠栗町普通に人が住んでるエリアに降りてきたと思われます。そんなわけで猫峠、まあ、ああいう猫石というね石がある、猫岩かという石がある、ちょっとなんかあるよという場所でございました。